僕らの終わらない一日。クレちゃん、トモヨちゃん、一緒に帰りましょう。の笛のテスト、惜しかったですわね。やっぱり練習が足りなかったみたい。一箇所だけですわ。他は素晴らしかったですわ。ありがとう、ともよちゃん。よーし。やっぱり帰ってからもう一度練習しておこう。できないままじゃ悔しいもん。さすがさくらちゃんですわ。笛のテスト、素晴らしかったですわね。さすがさくらちゃんですわ。何もかも完璧でした。やっぱりおかしい。そんなことありませんわ。完璧。ともよちゃん。はい。ノーと同じなの。何がですの？私、昨日も笛のテスト受けたの。笛のテスト、昨日もありましたっけ？ね、私、昨日も同じテスト受けて、ちょっとだけ間違えたの。ともよちゃんと一緒に帰って、ともよちゃんに励まされて。くらちゃん。うちに帰って笛の練習したんだよ。だから今日はうまくできて。絶対夢なんかじゃないよ。確かに私。クラちゃん、もしや。やっぱり、黒カード？そうですわ。でも、そんなカードあるのかな？同じことを繰り返すカード？それとも、笛のテストのカード？私には、わかりませんけど。そうだよね。ともよちゃんが、でも、さくらちゃんが怪しいと思うのなら、カードの仕業に決まってますわ。およちゃん。キャプテンの出番ですわね。こいつはタイムのカードや。タイム？時間のカード？そうや。タイムはその名の通り、時間をいじくることができるんや。おそらくそっくり一日時間を戻されたんやろ。いくらだけがおかしいと気づいたんは魔力のせいやな。そういうことだ。超は魔力があるみたいだな。ピー君！おぞ！相手は時間を自由にできるんだ。隙を与えたら、また時間を戻される。邪魔だけはしないでくれよ。キーなんやこぞ！それはこっちのセリフや！後で吠え面かくなや！さくら行くで！キャロちゃん、待ってよ！リー君は、さくら、タイムはこの塔のてっぺんにおるようや。ゾウの言うた通り、気づかれたらそこでしまいや。また時間を戻されて、同じことの繰り返しになる。うべく奴に気づかれんように、用心して塔を登るんや。頼んだで。ネズミがおるとはな。さくら、
あの道は通らんようにするんや。帰ってくださいね、さくらちゃん。掃除せえっちゅうねん。さくら、そうだね。帰ってくださいね、さくらちゃん。さあ、2階に着いたで。気をつけてな、さくら。うん、なんなのこれ。いや、一本橋ってやつやな。どうやら壊れた床の代わりにかけてあるようですわね。こんなところ渡るの？いや、ジャンプつこたら簡単なんやろけど、魔法つこただけでもタイムに気づかれてまうかもしれんからな。どうやって渡ればいいの？おっしゃ、わいが教えたる。ええか？このボタンを押すと前に進める。何回も押せばその分だけたくさん進める。積んでいく途中でフラフラし始めたらボタンを押すのをやめるんや。すぐにフラフラが収まるから、それからまた進めばええ。フラフラしとる時に無理に進もうとすると足が滑って橋から落ちてまうからな。ボタンで進んでフラフラしたらやめる。ま、意外と簡単やろ。ほな頑張ってな。ここも何があるかわからんからな。気引き締めていくで。ストップや、さくら。集中してみ。とか、タイムのやつが上から見とる。動き回っとる明るい部分や。中に入ってまうと、確実にやつに見つかる。タイムの目の動きを読んで、やつに見つからんように進むんや。多分次の5階におるはず。もう一息や、さくら。おっしゃ、わいがひとっ飛びして様子を見てきたろ。ほなちょっと待っててな。特別危険なとことかないんやけど、床板がずいぶん傷んどるとこがあるな。見抜いたりすると危ないから避けて通った方がええかもしれん。ケロちゃん、ありがとう。Yeah!
将来。準備してたの？さくら、はよう！何時のあるべき姿に戻れ！クラーサーだ！どうして？カードは自分を元に戻したやつのもんになる。私封印したよ。タイムの力を封じ込めたんはあいつや。悔しいけどタイムのカードはあいつのもんや。そんな。それでもう時間は元通り進むんだね。あ、心配いらん。ゾウがカードを手にしたんは気に入らんけど。もう大丈夫や。実力を考えれば当然だ。あにぃ、ほんま可愛げのない小僧や。いつか。これは。違いない。これは。オーカードの気配だ。ああ、今ワイが呼ぶたのに。宇宙に降りつろ。のカードや。スト？止まれ小僧！ほう、ミストは触れたもんを腐食させる力があるんや。そんなことも知らんのか。どうしたらいいの？触れないんじゃ。うん、何かで包み込んでしまえばええんやが。ズム、そうだ、ミストは空気みたいに形のないもんやから、捕まえるのは難しいで。何かで包めれば。いや、シャドウや。シャドウでミストを包んでしまうんや。だけ大きなったミストをすべて捕まえるは大変やろが。頑張ってや、さくら！シャドウ！
ーもだんだんカードキャプターとしての貫禄が出てきたな。え？前やで。どこかの誰かさんとはえらい違いや。少しはやるな。やはりお前には無理だ。今のうちにやめておけ。あんなんや、あいつは。なあ、さくら。ほら。今日は笛のテストでした。でも、私は昨日も笛のテストを受けたような、と思っていたら、やっぱりクローカードの仕業でした。タイムのカードが時間を巻き戻していたんです。でも、タイムはリー君の方に行ってしまいました。その後すぐ成城高校にミストのカードが現れました。これはシャドウを使って私が手に入れました。でもリー君にはカード集めは無理だって言われてしまいました。